さあ平川が上がってきました。今日は20番手スタートの平川亮、ちょっと驚異的なペースですね。ポイント圏内10番手まで上がってきました。さあ平川が山本直樹後ろついて左に振る、あっという間にパス、逃げる大阪プロシン、追う平川亮、さあ今度は後ろ完全に捉えた、右側に振る、イン側に入っていきます。平川亮、大阪プロシンも意地を張る、大阪プロシンも意地を張って、さあここは防げるか、直線のスピード、平川亮横に並んでインに入ってねじ込む、平川亮がここで大阪プロシンをオーバーテイク、平川5番手まで来ました。さあ平川最終コーナーで行くのか、最終コーナーで行った平川亮、佐藤蓮のパス、さあ佐藤蓮もう一回行けるよ、佐藤蓮も諦めない、もう一度並ぶ、もう一度並んで佐藤蓮抜き返した、ファイナルラップです。さあ最終ラップ4番手の争い、平川、さあ最終どっち出てくる、そして牧野が2番手、佐藤蓮が前、さあ平川が前だ、平川前だ、平川前だ、またまた最終コーナー、平川3番手宮田チェッカー、そしてしてやったり20番手から4番手平川亮を見せました。これが最後のファイナルラップ、佐藤蓮外から仕掛けに行きました。ただ一度佐藤もディフェンス、しかしインが空いたところを見逃していませんでした。お疲れ様です。お疲れ様です。平川選手すごかったですね。ねえ、もう私の今回の MVP は平川選手。ファイナルラップでもオーバーテイクがありましたよね。はい、ファイナルラップってどういう心境なんですか？今回の平川選手に関しては、まあ、20番グリッドからなので気持ちはすごく乗っていたんじゃないかなと思います。っていうのもやっぱりトップを走っているよりも後ろから追いかけている方が気持ち的には楽だし楽しいって思えることが多いんじゃないかなと思います。どんどん抜いてきている中でリズムもつかめてきている、レースの中で何台も抜いてきてるっていう成功体験を経ての、まあ、最終ラップを迎えることに特にこうネガティブな要素っていうのは平川選手の中にはなかったんじゃないかなと思います。もっと行ってやる、絶対抜いてやるっていうような向上心のある状態で走ってたんじゃないかなと思います。で、最終ラップの最終コーナーで抜いたーってなるのがかっこいいですよね。見てる方もうわーって感極まると思うんですけど、実はドライバーとしてはもっと手前の段階から戦略というか作戦は立てていて、今回の平川選手も一周手前で一度佐藤選手を抜きにかかっているシーンがあったと思うんですけど、やっぱり最終ラップとなると前にいる選手もやっぱ警戒しますよね。それこそブロックラインを通ったりとかオーバーテイクシステムが残っていればもうオーバーテイクシステムをフル活用して逃げにかかるドライバーもいると思うので、その少し手前から戦略を考えて今回も平川選手なりのそのオーバーテイクシステム残りがどうだとか、オーバーテイクシステム使い終わった直後は使えない時間があるのでそういうものも見越していろんな駆け引きの中でちょっと抜きに入ってみたり、多分一周手前で抜きに入った時はここでは抜けないけれど最終ラップで抜けるっていう自信があったのかもしれないなっていう、そんなところまでドライバーは冷静であれば考えて走れているので、きっと今回の平川選手だといろんなところまで読んだ上のあの最終ラップのバッシングだったんじゃないかなと思います。ちなみに三浦さんも思い出の最終ラップバトルってありますか？実はカートの時ですね。カートなのでもう10年以上前になりますけど、表彰台争いをしていて、しかも相手は女の子。私の中では正直すごく苦しかっ
ったレースではあったんですけど、もちろん表彰台に登りたいっていうのもありますし、女の子同士で負けたくないっていう気持ちもあって、最終ラップの最終コーナーに自分にしては珍しく強引に抜きに入ったという思い出があるんですけど、やっぱりドライバーの心境として表彰台が見えていたり、それこそ最終戦のポイントがかかったところ、あと1ポイントでチャンピオンになるか2位になるかっていうところのせめぎ合いだと、気持ちが後押しして、いつもなら出せない勇気を出して抜きに入るっていうことが起きたりもするので、それくらい最終ラップって、最終ラップの特に最終コーナーで抜くっていうのは特別なものかもしれないです。